皆さんこんこにちは非常識な経営コンサルタント高橋孝子です本日のテーマは「あなたの伝え方で集客を9割損してるかもしれない残念な理由とは?」ということについてお話をしてみたいと思います。えー、と今日は「文章力」のお話になります、えーと。この話をしようと思ったきっかけがもともとあります。それはどういうきっかけかっていうと,、えー、と私のクライアントさんが 新商品作りました、まあ、これはもちろん相談をしてリサーチもしてこういう商品が売れるでしょうというものに基づいてでそれをまあページをちゃんと作ってで最後のそれを自分のお客様まあ親しいところにいるまあそれがそうですね登録をしている例えば LINE とかメルマガとかそういう近しいお客様に見せるという段においての告知文を 書いてもらった時に気づいたこの伝え方っていうものを、えー、最後の一番肝になる場所なんですがここが上手に伝わらないとどんなにいい商品いいサービスのページがあったとしてもそれを見てもらえることがないんですねなのでワンクリックしてもらうっていうことがものすごく大事になります。 でこの時にあに私が彼女が作ってきた文章を、まあ、添削をして、えー、ちょっと急いでて時間がなかったんでね私がもうライティング作り替えちゃったんですよ、今回あの普段やらないんですよ、普段やらないんですけれどもちょっとどうしても急ぎで,それでどうしても完売しなきゃいけない事情がありまして、まあ、結果、すべて一瞬で売り切ってっていう形にはなったんですけど前提条件でもともとの あのページがいい,っていうのは前提条件です。ただしそれを見てもらえるきっかけをより強力に作るための告知文っていうのがあのそこそこ大事でそれの考え方はどういう考え方なのかっていうのをお伝えするのが今日のテーマになります。はい。 ということで、えーと、じゃあね、本題の方入っていきたいと思います。えー、とまずですね、その伝え方で集,割集客を9割損してるんじゃないかっていう話がタイトルにあって、皆さん、多分えー、私の文章、大丈夫っていうふうに思ったから、クリックして、この動画、多分見てますよね。そ、はいまあ、そういういいいことととなななんですよ <laughs> 要はあのー、えそれって聞かか損じゃないとか 私それ大丈夫とかってあの思う人に向けてあのタイトル作ってるんですよ、私がね。で、今回はあのもう一つ実はね、タイトル考えてたのがあったんです。一つは、あの伝え方が9割っていうタイトルでどんなに商品でも伝え方が悪いと売れないっていうちょっと普通っぽいタイトル。 を一個考えてで最終的にはあなたの伝え方で集客を9割損しているかもしれない残念な理由っていうのに結局したんですよこれ言おうとしていることを採用としていること全く一緒なんですけど後者の方を私採用してタイトルにしましたどうですかねどっちの方が響きますかあのー、多分なんですけれども集客私頑張ってるよ SNS 頑張ってるよ えなんで人集まんないのとかっていうふうに思ってる人だと一体い一応聞いてみたくなると思いませんかあの伝い方が9割って言われてもまあわかるんだけどみたいな感じでまあそれが言葉として陳腐化しちゃってるっていうのもありますけどね世間でいろいろ9割シリーズの言葉をよく言われちゃってるから陳腐化しちゃってるっていうのももちろんあるんですけれどもあのより。 えっとその伝え方が上手じゃないって自覚してる人が私のクライアントさんつまり、えー、っと教室業の先生は文章が苦手とかっていう人が多いの知ってるからそういうタイトルの方にしましたつまりネガティブに感じていることでその状況を知りたいというより困ってる度合いが高い人に向けて訴求する文章を作ったということなんですよ。 これがヒントです <laughs> ヒントですっていうかまあ答えなんですけどどういうことかっていうとタイトルがとにかく命なんですよまずそのページを見てもらいたいとか開いてもらいたいっていう場合にはということはタイトルはその人にとって今見なくちゃいけないと思ってもらえるような内容にしなくちゃいけないんですよねだからあの教室の先生ってあの割とふんわり優しく書くんですよ例えば新講座発表ぐらいの感じ <laughs> その方のそう,そうじゃなかったんですけどね「あの新しい講座できましたモニター生募集」ぐらいの雰囲気のタイトルだったんですよ。それだと、まあ、確かにもともとその先生と仲がよくてまあ,あの新しい講座ができるんだったら行ってみようかなみたいな感じの人なら行くかもしれないんですけれどもあのモニター生も期間限定人数限定で作って。 ているんですね。今回ということは、まず先にそれを言って、えー、と機械損失をすると、どれだけ損なのかっていうことを先に言わなきゃいけないんですよ。でしかも、金額、えっ、ー、と二段階に分かれていて、一つは五十パーオフ、一つは二十五パーオフ。で、人数限定か期間限定。早い方で金額上がっていっちゃうんですよね。でこれはやっぱりね、ね最初にきちんと伝えなくちゃいけないから。 あのー、期間限定先着、えー、何名様限り50%オフモニター制新講座みたいな形で,でまずタイトルで引いて「で何何50%オフえ人数限定やばいやばい早く見なくっちゃ」っていう気分になってもらってその下の文章に続くっていう、まあ、下の文章も手入れて直したんですけどねはいなのであの元の文章では訴求力が弱いなって私が思ったので、まあ、それを伝えて 本来は作ってもらって、もう一回添削をしてもらって返すんですけど急いでたんだよ今回は。私がね、パパッと書き換えましたでそれでもうお願いあのそのまんま発表してくださいって言ってでダダダッと埋まって満席っていう感じだったんですよ。なのであの彼女の言葉だったとしてももしかしたら満席になったかもしれないんですけれどもあの短い間に 訴求力を高めて満席にしたかったら、そういう文章を書かなくちゃいけないということなんですよね。で、それはあのコピーライティングっていう領域でもあるし、あの購買心理、心理みたいな領域でもあったり。まあ、それは営業的な制約のテクニックだったりとか、まあ、いろんなものを混ぜこぜしながら、最終的に文章を作ってるんですけれども、あの人って。 よりいいものをより良くっていうのって悠長にだって例えばなんだろうな今生きてられるのにさらにプラスアルファ良くなるためにっていうのもちろん支払ったりとかねそういうのもあるんですけれどもそれよりも例えば歯医者さんみたいにもう歯が痛くて。 どううしようもなくて今これ治療しないともう、ね、夜も眠れないっていう人だったら夜間診療とかやってる歯医者さんがあったら朝まで待ってられないと思ったら多分高くても2倍とか3倍でもいくはずなんですよどうしてもつらすぎたらですよだからその痛みの方に訴求をして言葉の内容とか状態を変える方が、えー、早く商品は売れやすいという事実を知っているから。 なんですねなので今回ふんわりした方よりももうちょっと痛みに訴求する内容にした方がいいかな要は失う痛みですねそれ手に入れないと損しちゃうみたいな利益損するみたいなところに対しては人間はすごいあの残念さを感じる生き物なのでそれを訴求するようなタイトルをつけたりそこを訴求していくように中身がもちろんいいのが大前提なんですけど伝えていくっていうのが必要。 だったので、まあそのように書きましたでうんとそのじゃあタイトルのね今回の「あなたの伝え方で集客を9割損しているかもしれない残念な理由」っていうのはまさにそこでどんなに素敵なページ素晴らしいページが出来上がっていてもそれ見てもらえないと申し込みされないんですよ。ということは見てもらうためのページを案内する告知の文章って結構真剣に考えないといけなくて。 でその文章が出来が悪いとその後のページが良くても申し込みされないんですよ見てもらえてないからだからあの9割逃してるかもしれないっていうふうに言ったのはその告知の文章とかもその本編と同様か以上に特に出だしのきっかけになるから力を入れて「書いてますか?」っていう問いかけなんですよこれがうまく書いていなかったら見てもらえないわけなんです ということは下手すると9割逃している可能性だってあるんですよだから訴求力を高めた文章を書くっていうのはあのとてもスキルとしては必要でかつ教室の先生は苦手なスキルですで私はどちらかっていうともともと文章を書くのは嫌いではないしそれに加えてえっと自分が独立自衛で、えー 集客をややっっってててていいいくう上でで番力力入れれ勉強したののが文章の力コピーライティングですこれ割と早いうちからやってます。で、それに加えて映像っていうのも大事よねと思って皆さんが全然動画なんてとか顔出しなんて嫌だとか言ってるような世界の中でも普通に動画バンバン作ってバンバン出してたのでそれもあって目立ったっていうことで文章と動画で私は集客を、えー、個人事業主に始めてやった時にすごく活用して。 まあ、あの売り上げもすごく上がったっていう経験値があるのでそれを伝えてるんですけどねでぶ,ぶっちゃけ言うと,、うん、と私が、えー、と一番いろんな学びをいろんな部分で集客に関することもちろんコンサルティングに関することとかやってるんですけれども分類するとまあ文章とか言葉っていう領域、まあ、動画作成っていう領域とか まあ、あとは普通に S. N. S. の活用の領域とか、まあ、いろいろあるんですけれども。その大雑把に分けたときに、一番学びにお金使ったのは。あの、文章とか言葉の使い方、伝え方とか、この辺りに一番お金使ってます。で、それは使うだけの価値があるって、あの、思ったから使ってます。要は、単なる作文と違うので、まあ、商品をどういうふうに魅力的に。 嘘ではなく誇張でもなく詐欺でもなく伝えるかっていうのは、しかもうさんくさくないように伝えるのって結構難しいんですよ。あの煽った文章って見,見ている方があまり心地よい気持ちがしないので、煽らずに正しいことは書くんだけど、ちょっとはあの急いで見てもらわなきゃいけないっていう場合には、急いで見てもらうような内容に書いてかないと見てもらえないですからね。 これのさじ加減はその人の個性でありセンスでありっていうところになるんですでじゃあ何が特に大事かっていうと誰に向かかっっててそののの文章を書くいいうの明確じゃななとあのダメなんですでさっき私言いましたけれども私がこの動画を撮っていたりその文章を作っているっていうのは基本教室の自宅教室の集客をしたい先生でちょっと広くなって個人事業主、えー、自分で事業を起こしている女性経営者 オーナーナ向けです基本的にはね。でしかもその中で統計的に文章が苦手っていう人が多くってしかも SNS もそんな得意じゃないし伝えるの下手だって自覚してる人が多いからそういうタイトルにしました。少しでも、えー、いい改善の方法があればって探している可能性であるあ探している人である可能性が高いからなんですね。 なので、あの文章の力って本当にすごくってあの私がまあ尊敬する、えーとま、あのマーケターでね神田正則さんという方いらっしゃるんですけどあの神田さんがそれこそ焼け野原にねあのペン一本でも何度でも起業できるみたいな話とかをね あの本の中で言っていることがあって本当にそうだなと思って顧、まあ、客リストっていうのは必要なんですけどそれを見てもらう誰かっていうのは必要なんですが文章の力訴える力って本当にすごくって、あのー、私もちろん動画もプラスアルファで使うんですけどベースは文章なんですよ。で文章のの力がすごいとと例えば商品販売とかでねあのーまあま 300万とかっていう商品私持ってるんですけれどもそれをその文章の募集ページで販売するっていうこともできてるんですよ。これはもちろんその前提条件として人間関係が構築できていることっていうのはあるんですけれどもあの文章ですそれを説明読んでこれを申し込もうって決めるっていうことはまあページは ワードベースで30ページか40ページ近いページになってますけどねだけどあのそれによって売ることができるっていうことはそれこそペン1本で1000万とかっていう売り上げが上げることができるわけですよね極端な話言えばただしそのためのエッセンスはいっぱいあります、まあ、今ちょっとあのどこまでの範疇がいけんのっていう話を言ったから,だからもしかしたらペン1本で別に1つのページで 1,000万とかっていうのは全然売れちゃう可能性はもちろんありますただ人間人間と関係性が構築できてないと無理ですけどねなのであの文章ってすごく大事にしてほしいんですよ皆さんにであと伝え方とか伝える順番、はい、その相手をねもちろん想定するっていうのは必要なんですけれども今その人が何に特に困っていて それを把握してるから、その商品を発表するよって、これだいたいセットなんですよね、告知の文章って。だからこれをずらしちゃうと、あのそもそもいいページすら見てもらえないっていうことにもなるので、これはしょっちゅうあの伝えるね時,時期っていうのはあると思うんですよ。ページ作ったりしたら、またそれを発表する時期があるわけで、その時にはどうやったら読んでもらえるかっていうのを、 すごくく考えた方が良くてあの私が文章を、ね、書くので、まあ、参考にしている方もいろいろいるんですけれどもその,その中の一人であのその文章を、ねえー、書いたものを人っていうのはあの見ない読まない信じないが前提だっていうふうに言ってるんですよね。 じゃあ読んでくれないじゃないかっていう話なんですけど見ない読まない信じないだからどうやって見せて読ませて信じさせるかっていうふうに文章がまとまってないと読んでくれないっていうそういうことを書いてて、まあ、そうだなっていうふうに思ったんですよ。じゃあどういうい時に人って文章を読みたくなるんですかって言ったら自分ごとでかつその課題を今知りたいと思っている課題を書いてもらっちゃったら読まざるを得ないですよね。 例えばそうだな売り上げを100万上げたいというふうに思っている人がいるとするじゃないですか月の売り上げをね。で月の売り上げを今すぐ100万円上げる7つのテクニックとか言われたら今すぐって言ったら読んだらなんか上がりそうな気がするじゃないですか。 それかたった15秒程度かなんかわかんないけどなんかそういう <laughs> ちょっと煽り文章っぽいんですけどねそういうタイトルがついてたら100万上げたいいと思ってるる人ななら反応すすじゃないですかだからピンポイントで誰かに刺さればいいよくって同じ商品でも紹介の仕方を変えていって細かいセグメントにするんですけど商品の紹介の仕方変えていくだけで あのその時その時に反応する人が変わってくるのでそれで売り上げ上げていくだから同じ商品何回売ってもいいんですけれども対象者を変えると文章が変わるっていうことなんですよこれをあの分かって書いてる人と分からずとりあえずなんか自分の、まあ、会員さんいっぱいいるから全部に響けばいいやって思って書くとうまく響かなかったりしますだからここは普段からお客様のことをどういう風に観察していて 今のこの時期なら欲しいよねっていう瞬間に正しい商品と正しい言葉でそれを見せる伝えるっていうことをすると商品が売れていくようになりますだこれを考えないでただ単に新講座リニューアルリリースしましたモニター募集って言っちゃうとなんか自分事じゃない関係ないなみたいな <laughs> 感じになっちゃいますで私はあの今コンサルタントを要請する、まあ、コンサルタント要請講座っていうのね やっているんですけど、コンサルタントに当然寄せ講座ですから、コンサルタントになりたい人向けの講座なんですけど、最初からコンサルタントにみんななりたかったわけじゃないんですよ。あの自分のクライアントさんに、えー、例えば教室とかだとまあ料理お菓子なんでもいいんですけど、技術を教えたら、その人開業したくなるんですよ。で、開業するときに先生どうやって集客したんですかとかどういうふうにしたらいいですかって聞かれるから、一人一人に。 あの時間を割いて答えてたわけですよね。その方って。だけどそうすると時間が減る一方なんですよ。でそれは本当は本来お金をもらって教えるような内容の領域だったりする時があるんですね。であればそれをちゃんと説明できる人であったらいいよねっていうところからコンサルタントになるっていう人がいたので。 その流れを組んで私の講座は作られていますつまり最初からコンサルタントになりたくてコンサルタントになってるんじゃなくて目の前の生徒さんに聞かれるし言われるし救ってあげたいからなるっていう動機でなってるっていう感じなんですよね、はい、でその需要があるのを知ってたんで講座を作ってますはいえっと4年前から需要があるのは知っていてなぜ去年初めてリリースしたかっていうとあのー、教室が増えたからなんですよ 教室が増えて、えー、それを教える人も増えてでその中で探してもらわなきゃいけない要は企業開業初期の人はすごく不利なんですよすでにできちゃってる人に比べたらだって何もお客さんいないからでその人がじゃゼロから教室立ち上げるんだけど人が来なかったら教室閉じちゃうことになるじゃないですかでそうならないためにどうするのかっていうことを まあ基本的に教えてあげられれば、まあ、あのその方じゃないところでもその人行,行く可能性ありますよあるけど、まあ、今は本当にいろんなところがあってあの若干残念な話をすると全ての、まあ、企業塾とかコンサルタントが全ていい人ばかりとも限らないのであの相性の問題も多いんですけれども。 搾取をするためにその事業をやっているっていう人も当然います。でそれを見極めて申し込みしないといけないからなかなか難易度高いんですよねここあの。入ってみないと分かんない時とかがあるので。なのであの価値観の問題なんであの全ては私は否定はしないんですがえー、っと習える内容と払った金額のバランスが悪いなと感じるところが。 ここ数年 4, 年増えたなっていう印象がありますあとやっぱり儲かる商売みたいに思って参入してくる人って無責任にたくさん教える風な風亭をやってであもういいかなっていうあの狩り終わったみたいな感じだと突然職業替えしちゃって違うことやってたりするから、まあ、そんな状態の人にね習った人ってちょっとかわいそうだなっていうふうに思ったりはするんですけどね。でこういういいののもいるのもる事実 になりますなので、まあ、ちょっと話ずれちゃいましたけれども、あのー、それが時代の流れとして必要だと思ったんですよ数年前に言われてた時には「作ってください」っていう予防があったんですけど私がどういうふうに教えたら一番わかりやすいかなっていうのが想像がまだできていなかったっていうこととなんとなくその時は今じゃないっていうふうに思ったので、まあ、それで講座は作らなかったんですけどね。 今は今だと思って作っているしあのコンサルタントは人数をきっちり育てますけどあの私のところではあの作っていくとその人たちがさらに超初心者の人を教えていくには、えー、救われる人が増えるからいいかなと思っています。私は今は今割と中上級者者系ののの人人を教えているのであの初心者の人は まあそちらの方からスタートするっていうのがいいのかなっていうふうに考えているのでそういう作りをしています。ですので、あのー、何に困っていてどういう言葉をその人に伝えたら見てもらえて聞いてもらえて信じてもらえるかっていうそこが分かるかどうかっていうことがとても大事。そしてさらに言うと あの繰り返しになりますが最初の一発目の一行と一言もうここでそのページを見るか見ないかが決まってしまうのでそこはものすごくその人たちが絶対に見たくなるような訴求できるポイントをキャッチコピーで書いた方がいいっていう話がありますなので、えー、っとまとめるとあなたの伝え方で集客を9割損しているかもしれない残念な理由っていうのは伝え方の内容と順番と あと相手ですね、訴求する相手の痛みをどのように具現化して言葉にするかっていうことがポイントになるというお話になります。はい、えー、売り上げの桁が変わります文章一つで、だからそれぐらいのイメージで文章って学んでみても全然損はないと思いますので、ぜひ、えー、商品をね。 上手に魅力的に伝えるための文章術っていうのは、えー、学習してみるのがいいんじゃないのかなっていうふうに思いまして、えー、と本日の話をまとめていきたいと思います。それでは